ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、かなり有名な、北海道の最強心霊スポットの話など、3話紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話や、リクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、当チャンネルの怖い話を、より楽しんでいただける、メンバーシップの会員募集中です。詳しくは、概要欄をご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、青い屋根の家、魔漢道の逆立ちユーリー、夜泣きだ。ユーリー？ユーリーは幽霊を指す沖縄の方言だ。それでは聞いていただこう。青い屋根の家。私の住む、北海道愛知にはとても有名な心霊スポットがあります。一見、普通の一軒家なのですが、雪の季節以外はほぼ毎日誰かが肝試しに来るほど有名なところです。その家の特徴は青い屋根で、心霊スポットとして呼ばれる名前も青い屋根の家です。この家は特に変わった特徴はないのですが、ただ霊園の向かいに立っています。そんな青い屋根の家の言われなのですが、昔に新築で家を建てたばかりの頃に妻の不倫が発覚して、旦那さんが自殺したと言われています。その後も何度も売りに出るのですが、格安ということもあり、すぐに買い手が決まりますが、また売りに出されるの繰り返しで、いつからか玄関や窓にベニヤ板を張って、完璧な廃墟になってしまいました。私たちは地元民だったので、青い屋根の家の噂は知っていましたが、逆に怖さも知っていたので、肝試しには行きませんでした。しかし、大学生になった頃、地方から来た大学の友達 B が、この青い屋根の家の噂を知り、行ってみたい、としきりに言うようになりました。なので、私と地元の連れ A の二人で B に青い屋根の家の怖さを教えることにしました。私と A は、青い屋根の家は、最低でも4家族が入居したけど、4家族とも、誰かが、自家変死をしているんだ。そして、その霊を供養するために、呪霊専門の〇〇寺の住職が、数日寝泊まりしたんだ。だが、結局は住職が正気を失ってしまい、逃げ出す騒ぎになったんだ。と B に話すと、逆効果だったようで、B は、YouTube にもってこいなシチュエーションじゃん。とノリノリになってしまいました。しかし、私と A が何度も阻止したこともあり、その年は、青い屋根の家には行くことはありませんでした。ですが、翌年のお盆の時期に、例年通り、青い屋根の家の噂が出てくると、B はまた行きたがり、今回は、一人でも撮影しに行く、と言い出す始末でした。そんな危険なことをさせられないと、仕方なく、私と A は同行することにしました。当日、夜の0時に突入することにしました。B には、行くな、行くな、と止めてはいましたが、実際のところは、私たちも入ったことはなかったので、少しはワクワクしていました。青い屋根の家の前には、すでに B がカメラ片手に待っていました。私は B に、本当に心霊動画になったらどうすんの？と聞くと、B は、心霊 YouTube になるでしょう。と、まだおとぼけ状態でした。いざ、青い屋根の家の中に入ると、廃墟特有の埃っぽさと、異様な湿気が気持ち悪く、怖さを倍増させました。B は、一人でいろいろな実況をしながら、カメラを回していましたが、私と A は、淡々と部屋の内部を見て回っていると、突然 A が、ああという声を発し、視界から消えました。私は、慌てて A の元に駆け寄ると、A は、腐っていた床を踏み抜いてしまい、身動きが取れない状態になっていました。A は、罰が悪そうに、すまん、手伝ってくれ、というのですが、A は、よく言えば巨漢、悪く言えばデブなので、私一人では持ち上げられず、B を呼びました。私が大声で B を呼んだせいか、B は慌てて走ってきました。そして、ことの次第を伝え、A を二人がかりで引き抜きました。すると A は落ちた衝撃で釘を踏んでいて、足は血だらけでした。なので、肝試しどころではなくなってしまい、A を二人がかりで担いで外に出て、救急車を呼び、病院に向かいました。幸い、A の怪我は大したことはなかったのですが、古い釘だったこともあり、破傷風の危険があることから、数日入院することになりました。その病院からの帰り道に、B が突然、ああ、と奇声を上げました。私は B に、どうしたのよ？と聞くと、B は、青い屋根の家に、カメラ忘れてきた。というのです。なんでも、A を引き上げる際に棚の上に置いて、忘れてきてしまったそうなのです。その時、すでに深夜2時を回っていましたが、時期的に肝試しに来る人が多く、B のカメラを持っていかれる可能性があるため、しぶしぶカメラを取りに戻ることにしました。青い屋根の家は先ほど来た時より、なぜか、まがまがしい感じがしていましたが、私は B に、ダッシュで取ってこようぜ、と何度も念を押して、取りに行きました。しかし、小走りで室内に入ったものの、異様な湿気というか、
説明できない何かが私たちに絡みつくような感じで、恐る恐る前に進むしかありませんでした。 B のカメラのところまでとても時間がかかったような気がしましたが、カメラを見つけて撮ってからは、猛ダッシュで青い屋根の家を飛び出しました。私も B も汗だくで、ぜいぜい言うほど息が切れていました。あれだけ青い屋根の家に行きたいと言っていた B は、もう二度とここには来ないわと言って家に帰りました。すると家に着いてすぐに B から、俺たちがいなくなってからもビデオは回り続けてたんだ、だから今から見てみるわ、なんか映っていたらまた連絡しますと連絡が来ました。私は猛烈な疲労感と眠気ですぐに寝てしまい、 B に返事もしませんでした。次の日、私は電話で起こされました。電話の相手は A で、大きな声で、 B と連絡が取れないんだけど、なんか知ってるか？と聞かれ、 A に病院を出てからのことを説明し、私はだからまだ寝てるんじゃないの？と答えました。すると A は、多分それはない、同じ学部のやつから連絡が来て、 B の部屋の玄関が開きっぱなしになっているから、中を覗いたら部屋の中がめちゃめちゃで、 B の姿はなかったらしいんだ。で、俺に連絡が来たわけ。というのです。B は学部寮に住んでいたので、部屋の異常さで、養母が心配して探していて、A のところにも連絡が来たそうです。私と A は相談して、昨夜のことを正直に養母に話しました。すると、すぐに B は見つかりました。見つかった場所は、青い屋根の家でした。B は、青い屋根の家の中で、ブツブツ何かを唱えるように座っていたそうです。その後、私と A は警察と大学に簡単な事情聴取をされましたが、何事も正直に答え、ボランティア活動を行うことを条件に、お咎めなしになりました。しかし、あの日以来、今現在も B は精神病院に入院したままです。そして B は私にビデオを見る、と言った記憶も残っていませんでした。私と A の中では、そのビデオに何かが映っていて、B の精神をおかしくしたのだと思っています。ちなみにですが、A の電話で起こされ、事情聴取などで携帯電話を確認できずにいました。B が見つかってから、2日後に携帯電話を見たら、B から連絡が来ていました。それも動画フォルダー付きで、もちろん動画は見ていません。とても気にはなりますが。魔漢道の逆立ちユーリー。昔、首里城下に、カビラ川サプ主という男がおりました。サプ主とは、士族の男子の呼び名です。しかし、カビラ川家は名家ではなく、王府の役職にもついておりませんでしたので、その暮らしぶりは裕福とは縁遠いものでした。その上、カビラ川サプ主は、重い胸の病気を患っており、寝たり起きたりの生活でした。生計を支えるため、妻のチルーは小さな商いをしておりましたが、その合間にも旗を売り、献身的に夫を支えておりました。妻のチルーは、気立てがいいばかりではなく、首里城下でも幾人もいないほどの美人でした。それでしたので、チルーを意味ありげな視線で屋敷の中を覗いていく若い侍が何人もいて、夫の存在など無視するありさまでした。病弱な上、気弱になってしまったカビラ川は、妻のチルーが解消のない自分に愛想を尽かし、他の男に心変わりするのではないかと、嫉妬、疑心暗鬼に陥り、ついには枕も上がらぬ重病になってしまいました。そんなある日、カビラ川は妻チルーを枕元に呼び寄せ、愚痴っぽい口調で話します。チルー、毎日迷惑をかけてすまない。俺は、どうやら病気が治る見込みはないらしい。お前のことが気がかりで、このままでは死んでも死にきれない。お前は美人だから、言い寄ってくる男は多いだろう。お前は、俺のことなど忘れて、他の男に心を移すに違いない。と。あなたという人は、私は、そんな浅ましい女ではありませんよ。他の男に心を移すなど、考えたこともありませんわ。チルーは、涙ぐんでこう言いましたが、そんなことを言っても、信用できない。お前のその美しさは今の私には残酷な仕打ちなんだ。夫のそんな言葉を聞くと、チルーは思い詰めた表情でしばらく考え込んでいました。わかりました。あなたは私の顔が見にくくなれば、ようやく安心するのですね。私以外の男を夫にしないと、誓ってくれ。でも、私が見にくくなったら、あなたこそ私を愛してくださらないのではありませんか？そんなことはない。お前がどんな姿になっても、一生お前を愛し続ける。チルーはまた思い詰めた表情でおりましたが、わかりましたと一言告げると、すっと立ち上がり隣の部屋へ入っていきました。間もなく隣室から、うぅという悲鳴ともうめきともつかぬ声が聞こえてきました。病気の体を押して這うようにカビラ側が隣室を覗いてみると、妻のチルーが倒れており肩を震わせております。おい、どうしたのだ。夫の声に妻は決心したようにゆっくりと顔を上げます。はっ。妻の顔を見て、カビラ川は、思わず、息を呑んでしまいました。
チルーは夫への変わらぬ愛を誓い、我が身を傷つけたのでした。あの美しかった彼女の花は、無残にも削ぎ落とされ、弾けたザクロのように裂け割れ、止めどもなく鮮血が吹き出しておりました。私は、あなた以外の男を、夫にする気はございません。その証拠に、この通り、自分で自分の顔を醜く傷つけました。世間の男たちも、この私に、変な目つきをしなくなるでしょう。だからあなたは、余計な心配などせず、一日も早く、ご病気を治してくださいませ。と、鼻から息が抜けるような、力ない声で泣きながら言うと、カビラ側は、今までの、妻への猜疑心、嫉妬を公開し、チルー、お前の心を疑ってすまなかった、許してくれ。と心から詫び、そこまでしなくても、と、今更ながら思うのでありました。チルーのあの美しい顔は、二度と元には帰りませんでした。不思議なことに、この日を境に、カビラ側の病状は回復していきましたが、二目と見られぬ顔になった妻チルーに対して、哀れさよりは、嫌悪感が先立ってしまいます。健康な体と明るさを取り戻したカビラ側サプ主は、妻チルー以外の女に目を惹かれ、心を移すようになり、ついに、ナギーというカフ、ゴケと、深い関係になってしまいます。そしてこのジョージが、いつしか、妻チルーの耳に入ります。病床の夫に、余計な心配をかけまいと、自らの鼻をそぎ落とし、二目と見られないほど顔を醜くしたチルー。その夫カビラ側が、自分の目を忍んで、ナギーというゴケと深い関係になったことを知り、落胆します。食事もろくに取れず、今度は、彼女が病気になってしまい、床に伏してしまいました。これ幸いと、カビラ側は、ますます、丈夫なビートの密会を重ね、2、3日、彼女の家に泊まることもしばしばでした。しかし、以前あんなに愛してくれた夫、話さえすればわかってくれるだろう。チルーは、病床から、カビラ側に話しかけます。あなたは、最近、ナギーという女と親密な仲になっているそうですが、本当なんですか？誰がそんな嘘を言うんだ、バカなことを信じるな。嘘？私は、あなたの態度でわかります。それに、人からも聞きました。本当のことを話してください。カビラ側は狼狽し、その場を立ち去ろうとしますが、チルーが着物の裾をつかみ離しません。今日こそは、はっきりさせてください。あなたは、私が、こんな醜い顔になったので、愛想を尽かし、あのナギーという女と一緒になる気でいるのですね。私を捨てる考えなんですね。チルーは、なおも必死の形相で。私がこうなったのも、みんな、あなたの病気を治してあげたい一心からです。それが今になって、私の顔を見るのも恐ろしそうにするなんて、なんて薄情な人なんでしょう。男の心は、そんなに変わりやすいものなのですか。ここまで責め立てられ、手がつけられないと思ったカビラ側は、ついに本心を晒し、やけくそになって、そうだ、お前のその恐ろしい顔を見て、心変わりしない男はいないさ、と言い放ちます。なんて、ひどい。チルーは、夫の無情の言葉に、声も力なく、泣き伏してしまいます。カビラ側は、それ以来、家を出て行きます。一人残されたチルーは、誰の看病も受けることなく、夫の不実を恨みながら、数日後、一人寂しく死んでしまったのです。数ヶ月後、それは、月夜の出来事でした。カビラ川サプ主は、愛人のナギーと、首里城下の森を散歩しておりました。松林に覆われたこの場所は、眼下に那覇を見下ろす、眺めのいい森でした。この夜は満月で、青々とした月光が、忍び合う二人を照らしています。地上あふれる月を仰いでいると、カビラ側は深い感情に誘われ、月や昔から変わることなさみ、と歌の句が浮かび、静かに声に出して読みました。そして、次の下の句は何と歌おうかと考えておりました。その時です。音もなく風が吹いてきて、松の枝を揺らし、なぜか寂しい不気味な風に乗って、変わっていくものや人の心。どこからか聞こえてくると、カビラ側の耳を貫きます。それは聞き取りにくい声でしたが、どこか聞き覚えのある声に、はっ、と驚き、そばにいるナギーを見つめ、今の歌はお前の声か、と尋ねます。黙って月を見ていたナギーは、いえ、私は何も喋ってませんし、何も聞こえませんでしたよ。驚いた表情で答えます。まさか、あの声はチルー、と思ったその時、月や昔から変わることなさみ、変わっていくものや、人の心。また、カビラ側の耳に聞こえてきました。間違いない、死んだ、妻チルーの声だ。叫び声と同時に、目の前の松の木の間から、白い姿が、ぼーっと浮き上がるのが見えました。それは、顔の真ん中に、ぽっかりと黒い穴の開いた、妻チルーの顔でした。あなたは、この私を、決して変わることのない愛を誓ったのに、あれほどあなたに尽くした私を、捨てましたね。この恨み、晴らさずにはおきません。恐怖に耐えかねたカビラ川サプ主は、ついに気を失って、その場に倒れてしまいました。その後も、妻チルーの亡霊は、カビラ川サプ主の前に現れ続けます。カビラ川は、恐怖を紛らわせんと、毎日酒を煽ります。
いつの日か彼は常軌を逸した性格になってしまい、ある行動に出ます。妻の死骸の足を釘付けにしたら、幽霊となって出てくることもなくなるのではないか。その日彼は夜になるのを待って、魔漢道にある妻を葬っている墓に出かけていきました。魔漢道は、草原寺から首里義母への抜け道です。神楽川里主の妻チルーの墓は、この魔漢道にありました。墓の入り口、神楽川が石板を外し中に入り、白い布に覆われた棺の蓋を開けると、すでに体の肉半分がただれ落ちた妻の死体が現れました。まさに引き迫る光景でしたが、里主はかなりのお酒を飲んでましたので、怖いとも、気味悪いとも思いませんでした。意識が朦朧とした状況で神楽川里主は、妻の両足を持参した金槌と長い釘で、棺桶にしっかりと打ち付けました。よし、これで妻の亡霊は現れないだろう。ようやく安心した神楽川は家に帰り、また酒を飲んで寝てしまいました。それからどれだけの時間が経ったでしょうか。暑さで寝苦しさを感じ、ふと目覚めた神楽川は、部屋の暗闇にぼんやりと浮かぶ白い姿を見て仰天しました。なんとそれは、妻チルーの幽霊です。この恨み、晴らさずに起きません。その姿は顔中血だらけ、髪は乱れ抜け、落ち目は血走り。あなたは私の足を釘で打ち付けましたね。だから、私はこんな姿になって。なんと、チルーの亡霊は、両足を釘で打ち付けられたため、逆立ちの姿で神楽川の目の前に、ぶら下がって現れたのです。チルー、逆立ち幽霊は、毎晩のように神楽川の家に現れました。困り果てた神楽川は、首里は守霊の門近くの天界寺から、お札、御符をもらい、屋敷の角角に貼り付けました。それからというもの、神楽川里主の前には、チルーの亡霊は現れなくなったのですが、魔漢道は昼間でも寂しい通りで、夜になれば人通りもなく薄気味悪い場所でした。この魔漢道に逆立ち幽霊が出るようになったのです。ある日、池城里主という人が、この道を通りかかりました。彼も逆立ち幽霊の噂は聞いていましたが、この世に幽霊などいるはずがない。いるにしても幽霊が出るのは、何か理由があるに違いない、と考えていました。彼はどんどん通りを進み、帰宅を急いでおりましたが、やはり彼の前にも逆立ちの幽霊は現れました。その姿を見た池城里主は、一瞬たじろぎますが、勇気を出して、逆立ちで現れた幽霊に問いかけます。お前はなぜ毎晩この場所にそんな姿で現れるのだ。と、すると逆立ち幽霊、チルーの亡霊は、今までの身の上を語った後、次のように池伏に哀願します。神楽川の屋敷には、天界寺の御符が貼られているため、屋敷の中に入って恨みを言うことができません。お願いです、あの御符を剥がしていただくわけにはいきませんか。そのことをお願いするために、毎晩この場所で何人もの前に立ちましたが、みんな、私の姿を見ると、逃げてしまいます。どうか、里主様。私の願いを叶えてください。以前から、神楽川の妻に対する仕打ちを噂に聞いていた池伏里主。亡霊チルーの言葉に心を動かされ、道義に外れた神楽川里主の行動を起こり、哀れなチルーのために、人肌脱ぐことを約束します。その夜、池伏は神楽川の屋敷に貼られていた御符を、すべて剥がしてやりました。一方、神楽川はいつになく寝苦しさを感じ、遅くまで寝られずにいると、やがて逆さまの姿で現れたチルーの亡霊に、呪い子、されてしまいました。その後、チルーの亡霊は、一度だけ現れました。それは、神楽川の屋敷ではなく、自分の願いを叶えてくれた池伏里主の屋敷でした。チルーは池伏にこう告げます。池伏家の墓の中に水たまりがあり、その中に3匹の鯉がいます。この鯉を家で飼うように。それは彼女の最後の言葉であり、池伏里主への感謝の贈り物でした。3匹の鯉は池伏家に幸運をもたらし、池伏里主本人も国王の役職に就き、その子孫も繁栄したとのことです。ちなみに、池伏さん実在してたらしくて、その後中国で貿易かなんかやってたみたいだけど、病気でお亡くなりになったらしい。で、中国で埋葬されてたみたいだけど、何十年か前に遺骨が沖縄の実家に戻されたらしい。今現在、池伏さんのお墓もあるし、子孫もいるらしい。夜泣き。何年前だったかは、今はもう覚えていません。でも、当時はすごく暑くて、扇風機つけっぱなしで寝ていたので、夏であることは確かだったと思います。熱帯夜ってやつですね。暑いと、本当眠れなくて。窓も開けっぱなしで、ただ布団に寝転がって、目をつむっていました。ふと、その日見たホラー番組の映像が頭に流れてきて、ああ、何思い出してんだろ自分、なんて思ってました。夏の夜って異様な雰囲気があるじゃないですか。
だからかな、いつもより余計怖くなっちゃって。とにかく目をつむって寝ることに集中したんです。まあ、当然意識して寝ようとすれば眠れませんよね。それでも何も考えないようにして、ただ扇風機の音に耳を傾けていました。そしたら突然、窓の外から赤ちゃんの泣き声が聞こえてきたんです。夜泣きかな?なんて思いつつ、窓の外に目を向けました。だけど窓から見える家は、どこも電気はついていない。おかしいな、なんて思えば、気づいてしまったんです。赤ちゃんの声は、窓の外から聞こえているのではないことに、なんて言えばいいのでしょうか。耳元というより、脳内に響く感じって言えばいいのかな。とにかく、窓の外ではなく、中なんですね。もっと言ってしまえば、私にだけ聞こえている。みたいな。心霊現象ってのにあったことのない私でしたが、これは危険だと、すぐにわかりました。だって、赤ちゃんの泣き声が、窓の外からではないことに気づいてから、私の足元に重みがあったんですから。ちょうど、赤ちゃんくらいの重みでした。気づいた時には、体も動かない、扇風機の音も聞こえない。ああ、これはやばいな。金縛りのように体が動かなくて、唯一の救いは目をつむっていたことだけ。こういう時って、謝ったらダメって言うじゃないですか。だから、とりあえず、南無阿弥陀仏って繰り返し唱えました。まあ、心の中でですが。すると、赤ちゃんらしき重みが、徐々に顔の方へと上がってきたんです。その時、私は仰向けになっていたので、本当、上がってくるラインが一直線です。顔まで来たらどうしようとか、いつになったら消えるんだろうとか、とにかく混乱しちゃって。それでも、ひたすら、南無阿弥陀仏って繰り返し唱えました。すると、赤ちゃんらしき重みが、お腹の部分でピタリと止まりました。ああ、やっと消えるのか。そう思って、少し冷静になった時です。どんどん、どんどん、そんな効果音でも聞こえそうなくらい、力強くお腹が叩かれ始めました。もちろん赤ちゃんが出せる力ではないのです。本当、遠慮なしにお腹を何度も何度も殴られる感じです。直接触れてはいないのに、痛みだけがあるような、そんな感じでした。少しでも冷静になったのは本当に一瞬で、お腹を叩かれ始めてから恐怖で混乱しちゃって、とにかくどうしたらいいのかわからなくて、それでもお腹を叩く行為は続きました。しばらくすると、赤ちゃんの泣き声が、徐々に大きくなっていたことに気づきました。お腹を叩く強さに比例して、泣き声も大きくなっていくのです。もう、本当どうしたらいいのかわからなくて。ただただ、私は何もできないの、早く消えて、って何度も何度も思いました。どれくらいそれが続いたのでしょうか。もうその時は必死で、ただこれが早く終わることを願い続けました。すると、それが届いたのでしょうか。赤ちゃんの重み、泣き声、お腹を叩く行為、すべてが一瞬で消えたのです。呆然としていると、聞き慣れた扇風機の音と、窓の外からは自然の音。とりあえず現実か途方をつねったのも、いい思い出です。後日、友人にこの話をしました。誰かに聞いてもらいたかったってのもあったと思います。すると友人が、真剣な顔で、あんたの家族でさ、誰か子供流してたり、下ろしてたりしてない?なんて言ってきました。はっきり言って、驚きました。友人には言っていませんでしたが、私の親と姉が、子供を流す、下ろすの経験があったのです。もちろん、親も姉も、その時は、すごく悲しんだらしいです。なんで知ってるの?いや、知ってるっていうか、多分、その水子だと思うよ。それを聞いた時、怖いなんて思った自分を悔やみました。きっと、勝手な都合で、生まれることが叶わなかった赤ちゃんが、遊び?に来たのでしょう。それを、私は怖いなんて思ったのです。きっと、寂しかったんだろうね。産んでもらえなかったことがさ。うん、そうだね。友人がそう言った言葉に、私は素直にうなずきました。だけど、友人は、こう言葉を続けたのです。それか、あんたに産んでもらおうと、中に入りたかったんじゃない?最後の話、かなりヤバくない?ああ、もし、友達の言う通りなら、かなりヤバいよな。この動画をご覧の皆さんは、どの話が印象に残りましたか?1、1話目、青い屋根の家。2、2話目、魔漢道の逆立ち幽霊。3、3話目、夜泣き。4、その他。よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。